皆さん、こんにちは。トラベルライターの笠子と申します。神戸三宮駅そばでおすすめのビジネスホテル、えー、東、神戸三宮東急レイホテルということで、えー、三宮の駅からですね、徒歩2分、ま、2分、ま、そうですね、2分ぐらいですね、本当にまあ、割とすぐ近くのところでですね、ここね、結構綺麗なんですよね。今回で2回目なんですけれども、えー、値段はですね、8900円と、ちょっとあのビジネスホテルにしては高めなんですけれども、 これ見てください。結構ね、ベッドも、えー、大きめで、しかもこのベッドと机のスペースもかなりあると。そしてしかもですね、この机が広いというですね、もう、とにかくね、僕はあの、パソコンで、 あの、ホテルでパソコンで作業したいので、机が広いっていうのが結構大事なんですけど、机の広さとか書いてないんですよね、ビジネスホテル。そういうところ全然、あのね、えー、気を使ってるホテルって全然ないんですけど、これね、非常に横に広くて、あの、前泊まった、ずいぶん何年か前に泊まった、 たた時のの部部屋屋とはまま違うタイプの部屋なんですけど、まあ、その時こんなに、えー、テーブル広かったかなっていう記憶はないので毎回このテーブルかどうかわからないんですけど結構広いですよね。であの電源も3つねありますしねということで、えー、これ結構綺麗でね素晴らしいんじゃないでしょうかということですそしてね、えー、まあ、今回8900円ということでちょっとビジネスホテルにした高めなのかもしれないんですけどちょっとびっくりしたのがね浴室とトイレ。 めっちゃ綺麗で広いということで、いや、まあ別に一人で泊まるから別にそんなに、えーね、広くなくてもいいんですけど、やっぱりあの、ここが狭いと、なんか貧乏ったらしい気分になるっていう意味では、いや、これだけね、あの広くて綺麗っていうのはありがたいなということです。えー、というわけで、えー、神戸三宮、三宮駅から徒歩2分、えー、ちょっと、 高めかもしれませんけれども、えー、東急レイホテル、えー、おすすめですのでぜひ皆さんあの神戸に泊まる際出張なんかの泊まる際は、えー、ここね非常に交通の便もいいですし駅にも近いので、えー、便利なんじゃないかなと思います。